お元気ですか？僕趣味です。今回は BBM プロ野球チアリーダーカード2023の開封動画でございます。後編でございます。で、花でございます。で、一つね、やる前に一つお詫びがございまして、前編の方でね、1枚抜けておりました。で、こちらでございます。読売ジャイアンツのですね、赤堀優香さんのね、ひなたね、1枚抜けておりました。大変失礼いたしました。それでは早速ね、やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。これは楽天のくるみさんでございます。巨人の上野かなさんでございます。千葉ロッテのアスカさんでございます。ヤクルトのアミさんでございます。西武の真帆さんでございます。中日のカレンさんでございます。で、日ハムの工藤彩音さんのキラでございます。続いて 2袋目でございます。巨人のリーダー菊池桃子さんでございます。同姓同名なんですよ、これね。はい。ロッテの、日和さんでございます。で、ヤクルトの、これ、キャプテンの、桃花さんでございます。西武のリーダー、カンナさんでございます。で、阪神の三森さんでございます。中日の、未来さんでございます。で、ホークスのリーダーのハニーホークさんのこれはキラでございます。3袋目でございます。これは阪神の彩菜さんでございます。日ハムの鈴木ほのかさんでございます。ソフトバンクのしのさんでございます。楽天のほのかさんでございます。巨人の赤堀優香さんでございます。で、西武のですね、これ綾野さんと神奈さんのね、ダブルのカードでございます。で、日ハムの竹内琴美さんのキラでございます。4袋目でございます。ロッテのかなえさんでございます。巨人の結城萌さんでございます。ホークスの周華さんでございます。ソフトバンクでございます。で、日ハムのキャプテン辻奈穂子さんでございます。これはソフトバンクのキャプテン翔子さんでございます。で、中日の春さんでございまして、ロッテのゆきさんのキラでございます。5袋目でございます。楽天のアスカさんでございます。巨人の岡本桃花さんでございます。ロッテの加穂さんでございます。楽天のかなさんでございます。巨人の鈴木エリナさんでございます。中日の三春さんでございます。で、巨人のこれとこっち、あいみさんのね、キラでございます。
6袋目でございます。ヤクルトの、アミさんでございます。西武の真帆さんでございます。阪神のバイスキャプテンノノアさんでございます。日ハムの工藤彩音さんでございます。ソフトバンクの飛鳥さんでございます。でこちら阪神の彩香さんとノノアさんの、2人の、ね、カードでございます。で阪神の彩音さんのこちらでございます。7袋目でございます。楽天のユミカさんでございます。西武のエミルさんでございます。これはロッテのカナエさんでございます。で巨人の結城萌さんでございます。でソフトバンクの中華さんでございまして、直筆サインカード来ましたね。こちらですね。これ、さぬきさんのね、直筆サインカードですね。これは、ね、我が日ハムのカードでございます。で、こちらがですね、これは87分の17でございます。で、中日の、萌歌さんのキラでございます。8袋目でございます。これはヤクルトのダンスリーダーのリンさんでございます。阪神のさやかさんでございます。日ハムのさぬきかえさんのカードでございます。ロッテのナホミさんでございます。ソフトバンクのサエさんでございます。中日のモエカさんでございます。で日ハムのヒノトコトメさんのこれはヒラでございます。最後の9袋目でございます。西武のリンカさんでございます。阪神のアンズさんでございます。日ハムの田原裕樹さんでございます。で、ソフトバンクのこれはアミさんでございます。ちょっと映像がねちょっと途切れしまって申し訳ございません。もう一度ねこちらでございます。はい、失礼いたしまして、楽天のあゆみさんでございます。で中日のまいさんでございます。で最後は読売ジャイアンツの岡本桃香さんのねキラでございます。はい、以上で BBM、プロ野球チアリーダーカード2023枚を、終わりたいと思います。で前編の時にもお話ししたんですが、今度ねシリーズで今度はマイティーノムね、9月頃に発売される予定なので、そちらもぜひやっていきたいと思います。で、今後のね、このプロ野球の開封動画は、9月以降にねまたやりたいと思います。で、プロ野球チップのことにつきましては今ちょっとね売り切れていますので、またね再開次第またプロ野球チップの方もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、メンバーシップ限定では私がよりマニアックな、カードの開封動画をやっております。興味がある方はぜひ、入ってね、見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。
ありがとうございました。